じゃあ、今日はですね、高校球児休みということで、ちょっと一人でお伝えしたいと思いますが、まあ相方にね、もっくんというね、顔を出せないやつがいて、まあそれは相手にちょっと喋りたいと思います。春の甲子園、東邦優勝したじゃないですか。優勝したな。まさかの東邦コールド負けしちゃいました。負けたな。負けました。これ2回戦だ。これはひどい。いや、ひどいっていうことはないよ。勝負ごとには絶対ないっていうことだ。いや、まあまあ、そうですね。確かに。だから力の差っていうのはあったのかどうかっていうのはちょっとわからないけどさ。はい。ただ、相手のピッチャーも146とか投げるようなピッチャーだったんでしょ。はい。それは石川の調子が悪くて。はいはい、悪かったりだとか、最後の幕切れが良くないよな。まあそうですね。ゲッツ取りに行って、セカンドにサード、三塁手が投げようと思ったら、セカンドが入ってなかったという。はいはい。だからもうパニクってる状態だよね。そうですね。多分ゲームが。こんなんですね。ただやっぱり勝負事ってさ、絶対はなくて、強いから勝てるんじゃなくて、はい、勝ったやつが強いっていう風に言われてて、はい、予選だろうが何だろうが、組で抽選があって、東邦を意識して、おそらく愛知大会は始まってると思うんだよ。はい、あそこをやっつけるっていう。まあそうですね。じゃないと甲子園の道は閉ざされるという。はいはい、確かに。だからそういう思いがさ、はい、やっぱ通じたゲームだよね。まあ確かにそうですね。僕でももう個人的にめちゃくちゃ東邦好きやったんで応援してたんですけどね。いやだって優勝するんじゃないかってまたなってっていう、はい、そうですね。その第一候補がやっぱ東邦だったから、はい、それが負けたっていうのはやっぱショッキングなニュースだったと思う。いやそうですよ。しかもコールドですよ。いやだから怖いな。いやほんまに怖いですね。ただね、甲子園とかもいろいろ見てるけど最近、はい、やっぱ初回と9回、はい、勝負どころでパニクるなみんな。確かにこれは言っていいのか悪いのか分かんないけど、はい、やっぱ緩いんだと思うよ。昔はさめちゃくちゃやっぱ厳しかったもん、はい、で負けると先輩から殴られるとかそういうのがあって絶対で負けれないっていうのを思ったし。なるほどね。まあそんなに高校は名門じゃなかったけど、はい、そういうことがあった。だからそれがいいとは言わないけどやっぱ精神的に弱くなってるね。あまあ確かに投げるボールは速くなり、はい、体も立派になり、はい、体力もついてるという。だけど精神的には昔の人の方がやっぱ強かったような気がするね。技術的には低下してても場数とかの問題ではないですか。場数っていうことじゃないよねやっぱ。だって場数踏んだるって言ったらさ、はい、東邦はさ春優勝してるんだから。あまあ確かにね。そしたら場数っていうか大きな舞台はいくらでも踏んでるじゃん。そうですね。逆でも、ね、はい、勝負事って俺思うけど勝算を持って戦うか勝算を見つけながら戦うかでは結果はおのずと違ってくる。いいこと言いますね。だから東邦がだから今頃気がついた。東邦が果たして勝算を持って戦えたかどうかなんだよ最初から。向こうは東邦のことをおそらくデータから何から全部調べたと思う。やっぱ東邦をやっつけないと甲子園行けないわけだから。確かに。そしたら相手のチームは絶対勝算を持って戦ってるはずなんだよ。でも東邦がいやまだ2回戦で、うん、いやいやまあまだあいつらには負けないよという油断とか慢心とかからこのゲームに入ったとしたらこれは考えられるよね。この番狂わせっていうのは確かにね。だから勝負事ってやっぱ怖いよ。まあね。いやでも東邦余裕ぶっこいとったんちゃうんかなっていうのは結構ありますよね、うん、だから昔はさ戒めるっていうことがあったんだよね、はい、調子乗ってると、はいはいはい、ちっちゃな言葉も分かんないけど、はい、俺らの頃ってさホームラン打ってきたらさ監督に怒られたわけよ。やば。監督は気持ちの中では嬉しいと思うんだよ、はい、だけど大振りにならないようにとかさ。ああそういうことね。調子に乗らないようにでホームラン打ったからってお前スイングが大きいぞとかさあいろいろ言われたわけよ。ツンデレじゃないですか。いやただ自分は嬉しかったけどツンデレではないけどさでもまあそういう世界で俺らを育ってるから嬉しいんだけど、うん、でも大学入って変わったんだよ、宮井さんという監督がいて、はい、ちょっとせこいヒットとか打つじゃない、はい、一塁上でニコッと笑ったりとかするじゃん、はい、怒られた。お前せこいバッティングしてんじゃねえって。バッティングって遠くへ飛ばせって。その人は王さんを育てた人だから。やばいっすねそれは、うん、いやだからもうカチンパチンと打てっていう指導だったんだよ。はいはい。だから遠くへ飛ぶ選手じゃないと使ってくれなかったんだよ、でも基本はバッティングっていうのは基本はやっぱりいい打ち方をしたら遠くへ飛ぶんだよ。だからそれを教えてくれた。なるほどね。監督によってじゃあ全然ちゃうんですね。指導が全然指導がね。ちょっと話それだけど東邦見たかったけどね。そうですね、うん、東邦見たかったけどそういう勝負事っていうのはどんでん返しが起きるっていうことだよ。
確かにね。それがやっぱスポーツの面白いところだよね。まあ、そうですね。やっぱ感動というかさ。一筋縄じゃいかへん、ね。でも破ったからって、その高校が甲子園にもう出れるとは限らないからね。まあまあそうですね。次の試合負けたら終わりですからね。でもそこで全力を使って倒しに行って、疲弊してるかもわかんないから。だからまあわかんないよ、勝負事ってな。確かにね。まあでもどっこも頑張ってほしいけどね、やっぱ最後なんで。いや、そりゃそうだよ。みんな甲子園出たいもん。ね、応援したいよ。ちなみに豊さん、今年目つけてる高校とかあるんですか？高川学園だよ。全然わかんないっすね。高川学園って山口の俺の母校やん。あの佐々木くんがおるところですか？違うよ。ちゃうんすか？あれ、それは大船渡だよ。お前何言ってんだよ、お前。お前視聴者ならディスられるよ、お前。いや、ディスられるの覚悟で。そうだろ、お前。はい、もうしゃあないっす。いや、高川学園っていうのは、ものすごい実力があったんだよ。はい。本当は選抜にも出る予定の、はい、あの、出れるぐらいの実力があったんだけど、はい、ちょっと不祥事があって、出れなかったんだよ。で、この夏にかけてるんだよ。はい。でも相当な力を持ってるって言うからさ。高校だけど、山口県。だけど、まあ、それはちょっと注目したいなと思って。ああ、いいですね。うん。でまあ次なんですけど、うん、髪の毛を伸ばしたから負けたは承知、丸刈り廃止、固定概念を変える、うん、秋田中央の夏っていうところでね、 LINE ニュース上がってきたんですよ。いやいや、坊主でしょ、はい、坊主にしなかったから負けたとかでしょ。そうです、そうです。そんなことはないよ。髪の毛があったからって負けるっていうことはない。もうそんなのはさ、固定概念っていうよりもさ、はいはい、もう生徒に自由にさせてやったらいいじゃん。うん、もうその固定概念もないよ。じゃあプロやっててさ、坊主のやつが何人おる？その方が少ないだろ。まあそうですね。みんな髪型ちゃんとしてさ、はい、プロ野球の彼らは憧れの選手として見られる側だよね。うん、だからそういうこう清掃というかさ、はい、髪もちゃんとしてっていうことがあるけど、はい、高校野球ってまだ教育の場だよね。はい、この坊主の流れってさ、俺もちょっと考えたんだけど、はい、まあ戦争がある時に兵隊行って丸刈りにするとか、はい、まあそういう流れとか、うん、まあ昔よく言われたのは野球道っていうのがあるんだよね。野球の道、はい、それに対してまあ修行の世界っていうようなさ、そういうところからやっぱ坊主っていうのがすごく支持されてきた。はいはい、なるほど、うん、でまあそれであとは髪の毛を伸ばして、はい、高校野球の練習が終わってドライヤーかけたらどうする？なんか興ざめするようなまあそういうあれじゃない。あ、まあ、確かに。なんかこう見え方しちゃうじゃない、はい、そうじゃなくてやっぱ青春の1ページをそこにかけてるという。あ、だから そこにみんな統一をして、うん、坊主にしようっていう教育の一環から、まあ、清掃という意味では坊主っていうのが流行ったんだと思う。ああ、そういうことね。俺らの時にさ、もっくんの時代はちょっと違ったと思うけど、はい、中学自体が全部男子坊主っていうのがあったからね。野球関係なくってことですか？野球関係なく。それはきついな。きついよ。それはきつい。いや、俺お前、北海道でさ、はい、中3の1学期まで行って、はい、北海道はさ、文化的に寒いじゃない。ああ、そうですね。だから坊主にしたらさ、頭凍るぐらい冷たくなるわけ。はいはいはい。だから髪の毛自由だったんだけど、はい、俺もその時はあったけどね。あいや、はい、で、山口帰ったらさ、はい、いきなりその中学が全員坊主なんだよ。もう高速だからさ、めっちゃきしょいですねそれ。いや、だからもうそれ仕方ないんだよ、だからもう夏休み中は伸ばしといて、次の日学校から2学期始まるっていう前日にさ、坊主にしに行ったんだけどさ、はい、高速だからもうしょうがないよねこれは。まあ確かに、うん、せざるを得ないですもんね、うん、で高校野球も坊主っていうのが決められてたんだけどさ、はい、何年か前に坊主じゃなくてもいいよということも言われてきてるんだよね。でもなかなか勇気がいるじゃん。まあ確かに一発目はね、うん、やっぱり清掃であれば、はい、清掃というかちゃんと髪の毛もね、はい、こうなんかお前こんなロン毛とかさ、あ、そんなんはあんまり見たくないけど、でもそれは自由でいいんじゃないの。まあまあそうですね。今熱中症とかさ、日射病とかさ、頭にボールが当たるとか、はい、やっぱ人間って守りたいところに毛が生えるというかさ、そういうことになってるわけだから。確かに。だって眉毛だってなんで生えてるかって、目にゴミが入らないように、はいはい、ここで止まるようにとかさ。そうですね。まあそういうことになってるわけだからさ、固定概念っていうよりも個性の時代だから、もう自由にしてやったらいいんじゃないの。逆にじゃあ豊さんはもうあれですか、頭は守らんでも大丈夫なんでっていうスタイルなんですかね。何よ、いやなんか、はい、今、はい、頭守りたくても守れない。何言ってんの。いやだから多分頭が安心して持とんじゃないですか。そうだな、はい、だからもう年取ったし、もう安全かなっていう、もう頭に何のあれもないよみたいな、はいはい、そういうことでしょうね。まあそれに負けたとは思う。
それだから負けたとは思わないけど、高校の時は教育の場だということも少し頭に入れておいて、はい、髪の毛に気を取られるようなそういう伸ばし方じゃなくてね、まあ、洗ったらパーッとしといて、はい、まあそういう感じでいてほしいよな。例えば、ね、チックつけてさこう固めるとかさ、はい、もうそういうところに気は入ってほしくない。やっぱもう青春の1ページで甲子園という目標があって、はい、みんなで本当心に一つお金も何もかからず、はい、そこを目指せる青春の1ページってそんなにないから、うん、大学行ったらプロに行きたいやつモチベーションのやつと、はいはい、社会人に行くやつ普通に就職するやつっていう風にモチベーションが全然変わってくるんだよ、はい、でも高校の時って甲子園っていう素敵な舞台があってそこを全員で目指せるじゃない、はい、その1ページは髪の毛とかそういうことに気を取られないで野球を一生懸命集中してやってほしいなっていうのは願いが、うん、そうですね確かに、うん、じゃあメイデンもあれですかね固定概念なんですかね髪の毛伸ばせんのやっぱ伸ばしたら売れへんなるみたいなところはあるんかもしれないですね。メイデン、はい、ずっと坊主じゃないですか。あそういうのもあるかもしれないですね。まあ、どっちにしろ売れないんじゃないの